副大臣、よろしくお願いします。はい、本日も有識者委員の皆様方から活発なご意見をいただきました。デジタル田園都市国家構想の実現のためには、デジタルインフラの整備とともに、デジタル技術を用いて暮らしに必要なサービスが提供されるリアルな環境を整備していく、デジタルとリアルの融合の観点が重要です。経済産業大臣と国土交通大臣はそれぞれ関係大臣と連携し、基本会議のもとにデジタルライフライン全国総合整備計画を策定するための会議と、交通のリデザインと地域の社会的課題解決を一体的に推進するための会議をそれぞれ設置をしてください。合わせて総務大臣は農林水産大臣など関係大臣と連携し、スマート農林水産業を含む各地域のデジタル実装のニーズに即して、 5G 光ファイバー等のデジタルインフラの全国整備を重点的に進めてください。さらに普及が進んだマイナンバーカードの利活用を含め、医療、健康、子育て、公共交通、教育等の優良事例の横展開を進めていくことが重要です。デジタル大臣、岡田担当大臣は関係大臣と連携してサービスやシステムのカタログ化とそれに基づく地方への支援を実施してください。また文部科学大臣は地域の魅力ある文化資源をデジタルの力を用いて地域活性化に積極的に活用していくこととし、世界遺産の候補の掘り起こし磨き上げの取り組みを進めてください。これらを含め、本日岡田担当大臣から報告のあった当面の重点検討課題に基づき、有識者委員の皆様のご貢献を引き続き賜りながら、政府一丸でデジタル田園都市国家構想の実現に向けて取り組みを進めていただきますようお願いをいたします。以上です。ありがとうございました。プレスは答え質問を。